こんにちは。恋愛パンダです。今日もよろしくお願いします。今日はもうね、暑いです。正直暑い。もう暑すぎて何もやりたくありません。で、今日はね、恋愛ではなくて、ここにね、テロップ入れてほしいんだけど、僕は湘南ナンバーワン YouTuber ということで、今日やります。よろしくお願いします。まあ僕ね、今度湘南に行くんだけど、藤沢ね行くんだけど、まあ湘南ナンバーワン YouTuber ってことで、ちょっと前置きをねやります。で、今度行く話はまた別動画でやるんだけど、今日言いたいのはね、まあ湘南地域、まあ藤沢だけじゃなくて、こう平塚、藤沢、まあ鎌倉の端の方から含めてね、あの小田原の方まで含めて、君たち学力が低いんだよ。学歴が低いんだよ。低すぎる。学歴が低すぎて、なんか東海大出てたらね、ちょっと賢いみたいな、間違ってんだろ、底辺大学のくせに、本当に。で、なんか面白いのがね、東海大対、なんだったっけ、僕、あんまり底辺大学知らないんだけど、なんだったっけ、東海大対神奈川大学、これね、仲悪いんですよ。このテロップ入れてもらって、東海大みたいな、あんなね、底辺大学出たやつがね、なんか神奈川大学のやつらをバカにしてるんですよ。お前ら田舎でね、そんなね、東海大出たぐらいで偉そうにしてたら、お前神奈川どんだけど田舎なんだろうってお前ら思われるから、恥ずかしいよ。恥ずかしすぎる。なんかね、東海大学出たやつはね、やっぱりね、ちょっと神奈川大学より自分たちしか上って思って、まあ、いわゆるこの神奈川県内のね、争いというかね、自分たちしか上なんだと思ってるね、まあ、異常なね、人格者ですね、がいます。あ、はっきり言って、田舎で、もうほんと、醜い争いやめろよ。どう考えても醜いし、底辺が底辺を叩いてるみたいな。わかります？底辺が底辺を叩いてる状態なんですよ。まあ、はっきり言って、僕みたいな高学歴の人から言ったらね、はっきり言ってね、恥ずかしいと思いますよね。お前らどっちも偏差値50ぐらいじゃんみたいな、偏差値40から50ぐらいの底辺大学卒業してるくせに、そんななんか東海大卒業生と神奈川大卒業生なんか、お前らそんな恥ずかしいことすんなよとか思いながらね、まあ僕は見てるんだけど、まあ情けないですよね。うん。ってことで、まあ僕はね、ちょっとこれからね、湘南ナンバーワン YouTuber ってことで、まあ神奈川ね、県内幅広くいろいろね、面白いことがあったらね、それを動画にします。まあ、はっきり言ってね、東海大学とかね、まあ、底辺大学の分類なんで、なんか神奈川大学とレベル変わんないと思うんだけどね。うん。まあ、はっきり言って、日東駒線っていうのはね、まあ普通に誰でも入れる大学だって、それをなんか威張るとかね、そういうのは論外ですね。まあでも結構いるんですよね、プライドだけ高いやつっていっぱい。まあ、そういうやつはね、ほんとね、バカですね。そのレベルで、そんな低いレベルで、まあね、しかも学部出たぐらいでね、まあ、偉そうにしてるやつとか、まあ、はっきり言って終わってますね。ということで、今日はね、これで、終わります。最後までご視聴ありがとうございました。これからもね、神奈川県内のね、話やっていきますので、ぜひ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。